はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クシャトリラーアライズハートです。さあ、ついに来てしまいました、ぶち壊れモンスター。ちなみに TCG 環境ではこのモンスター禁止カードとなっております。マスターデュエルではね、存分に3枚使っていいですよということで、太っ腹ですね。このモンスターが来たことによって、まあ、の生きるマクロコスモスと言われていまして、まあ、墓地を食らえるカードは墓地へ行かず除外されるというあまりにも強い効果と、あとカードが除外されるたびに除外されているカードを吸収するっていう効果、そして、カードを、3枚、オーバーレインユニットを使うと除外できるという裏側除外できるという効果がありますと、さすがに最強という話がありまして、まあ、これをね、使った今回はクシャトリラで純正の、組んできたのでご紹介をしていきたい。で、パライゾスが、まあ、事前規制で宣言カードになっているんですが、プラントパスファインダー採用できますんで、まあ、一応実質なんか4枚くらい、まあ、詰めるみたいなもんなんですね、パライドスが。で、パライドス発動時効果処理で、クシャトリラを持ってこれるんですけども、まあ、ユニコーンが1枚処理になってまして、このデッキね。ユニコーンから、展開していくと。で、今回登場したこのパーピアスっていう効果によって、ユニコーンを対象にフェンリル出してきて、フェンリルでアライズハート持ってきてみたいな、連鎖展開ができますんでね、今回はこの展開をしていくと。で、ビッグバンっていうね、カードが、これ、新しく実装されまして、このカードが展開に関与してくるんで、まあ、これを2枚にするっていう構築もあるかなと。まあ、ちょっと今回は、とりあえず1枚にして、まあ、ゴミを、ゴミっていうか、誘発をいっぱい入れて、まあ、ある程度相手の展開を誘発で止めていきたいなというところで、こんな感じにしています。で、まあ、クシャトリラめちゃくちゃ多いと思うんですよね。今、まあ、ランクもやってみるとね。なので、クシャトリラ対策カードはある程度入れた方がいいなと思っていて、まあ、例えば怪獣であるとか、あと今回入ってるんですけども、参戦の5、参戦の際っていうね。これで、なんか相手のモンスターをなんかパクって、で、アーゼウス乗っけて、まあ、盤面まくっていくみたいな動きをイメージして、今回はこれ入れてます。まあ、他にもね、クシャトリラに効くカードはいっぱいあって、太陽、皆既日食の書かとか、あと月の書とか、まあ、ラバゴーレムとか、まあ、ラバゴとか入れてもいいですね。これ一応召喚権使わなくても動けるテーマなんで、一応、まあ、あのバースでね、召喚していくっていう動きはもちろんしていくことはあるんですけども、まあ、なくても動けるんで、まあ、今回これ入ってるように、まあ、そういうカード入れてもいいですし、まあ、この辺はちょっと環境に合わせて使っていただければなと思うんですが、今回はちょっと新しくね、せっかく出たんで参戦のゴーっていうね、カードをこれ絶対打てるんですよね、クシャトリラ相手だったら。まあ、絶対は言い過ぎか、一応アライズハートがまあほぼ立ってるから、アライズハートは強制効果でね、あの除外カードを吸収するって効果があるんで、これ、まあ、ほぼ打てるんですね。なんで、まあ、参戦の際で相手のアライズをパクって、でアライズの上にアーゼウス乗っけて、なんかまくっていければいいかなと思って、はい、そんな感じで入れてます。はい、というわけで早速ね、この最強テーマ使っていきましょう。デュエルスタンバイ。このフィールドなんか墓地完全にコンプラ違反だけど大丈夫かな。マジやべえけど、まあ、ちょっととりあえず金券発動します。ユニコーンを引っ張っていきたいですね。これはこれ何除外したいの、これこうかな。ちなみに一応ね、ゴライアスは巻き込んで除外しといた方がいいと、おばあちゃんが言っていました。はい、ユニコーンがめくれました。パライゾさんじゃん、最強か。パライゾス、まあパライゾス、泥場も一応破壊ができるから、まあなんとかなるか。さあ、5枚のカードをデッキに戻していく。はい、で無世界パライゾス発動、デッキから特定のカードを手札に加えます。特定のカード、そうもちろんクシャトリラユニコーン。さあ、クシャトリラユニコーンの、特殊召喚、はい、増じねえな相手、なんかあんな、これ無限保養かエフェクトベーラーだな。クシャトリラユニコーンの効果、撃て、無限保養撃て、よし、ありがてえ、なんでかってパーピアス引いてんのよね俺。パピアス引いてんすよね。あす、まあそりゃ3枚も入ってるからね、まあそりゃ貫通できるよね。それは感じだけど、これどこまで行こうかなっていう話あるよな。これちなみにシャングリラを残すかどうかも結構諸説あんだよな。手札に加えるのはこれスケクシャでっか、ライズ持ってるしな、ライズ持ってるんでスケクシャ持ってくる、ライズハート特殊召喚していく、ほいで、まあ、とりあえずいっぱいシャングリラ出すんだけど、まあ、一旦シャングリラは出して、これどうしよっかな。いや、もう参戦の際とか持たれてるとさ、なんかさ、結構さ、シャングリラ効果使ってると、あ、参戦の5か、参戦の5を打たれて、参戦の際打たれて、アライズハートのなんか上にアーゼンス乗っけられてみたいなさ、パターンあんじゃないですか。いや、これ未来竜王行った方が、ちょ、うるさいよこれ、未来竜王行った方がいいんですかね。ちょ、これね、マジでね、環境の正解わからねえ。じゃ、なんか
裏目がでかすぎてちょっと未来流をアライズに俺はしようと今思ってます、個人的には。はい、これちなみにバースもあるんでね、ユニコーンかなんだっけフェンリルを盤面に残しておけるんですよね、どっちかで。無世界パライドスの効果を発動してシャングリラの素材を一回剥がしておいて、これあんま意味ない気がするけど、まあ、一応剥がしておいて、はい、でまあ、ディアブロシスでね、本来であれば別にいいんだけどディアブロシスターライズで相手のアーゼウス引っ込むときは別に問題ねみたいな話あんだけど、かっけえイケメン、イケメンすぎる、あまりにもイケメン。でクシャトリラースキアクローを出していく、逆かスキアクロークシャトリラ出していく。いやー、これはユニコーンか、パーピアス除外されると一応除外ゾーンのやつ回収できるみたいな効果あるんですけど、まあ、ちょっとそれ今やんなくてもいいかなっていう気がしますので、これ吸収しておきまして、でこれであのビッグワンを出し入れすることによってね、あの気持ちよくなっていくっていうスタイルで、まあ、ドラゴサックかな一旦。これトークン出した方がいいのかな、トークン出して次のターンなんかアドバンス召喚一応できるみたいな話だけどね、トークン出した方がいい、まあでも盤面が埋まるのちょっとうざいな、わからん、ちょっとなんか出した方がいい気もしないでもない、まあ、とりあえず一旦未来をするわ、いけ未来流王、これで3素材アーゼ、アライズの爆弾だぜ。カードが除外されたため、なんか都合よく都合よくカードが除外されたため、これ吸収しておいて、出したいモンスターを吸収しておけばいいっていう話ですね。で、未来流王を爆弾させていく。オーケー、きた、なんだこの最強の盤面は。そしてバースからのユニコーン、ユニコーンで相手のねマクリフラを抜きに行きたいですね。まあ基本的にアーゼウスですね、アーゼウスを抜きに行きたいです、できれば。まあちょっと能動的に使えるカードじゃないのでユニコーンはあれですけど、相手がモンスターの効果を発動してくれると嬉しいなと。はい、さあま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 あこれ十分でしょう。これシャングリラするとねフェンリルとユニコーンみたいになるんだけどさ、裏目があるんですね、いろ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 裏目があるんで、ちょっと今回はこうしてみましょう。参戦のゴーも裏目だし、あーデリシャスメモリーじゃん。でもこれ多分ねアライズハート結構強くて、ちょっとピュアリー、やばい、ワンキルされないようになんかなんとかするわ。デリシャスメモリーで未来竜王君に耐性が付与されました、戦闘破壊耐性が OK、 外せ外せ、いやもうこれパクった方がいいのかな、なんかちょっとね一回か結果がパクった方がいいのかな、いやむずい、手札3枚かパクった方がよかったかな、俺パクった方がよかったかもしれない。うわストリーストリートやばいやばいやばい、これやっぱりパクった方が良かったかもしれないエクシー素材が、あてか俺ゴライアス入れるのを忘れとるやん、やば、ゴライアスで破壊耐性付与できるんで、これ一応なんか裏側表示のねあのカードをあの素材にできるなんか謎のモンスター、初のモンスターみたいなこと書いてまして、遊戯王ビキさんには、いやこれさすがにアーゼウス抜くんじゃないユニコーン、これでマクリクダを、まあ、抜いてアーゼウスで全部流されるみたいなもう最悪の展開は、まあ、一応あの起こらないかなっていうところですね。これさ毎回毎回アライズでさ何を素材にするか選ばないといけないんで、これ結構タイムやばいな、ストリート働いたやばい、対象取れない、独自召喚したピュアリーが、これはでも多分ねアーゼウスがもうないのでなんか意外となんとかなりそうな気がします。まあ一応もう妨害はもう未来竜王ぐらいしか持ってないんですけど、アライズ、あ、まあ、アライズハートとあの未来竜王ぐらいしか残ってないんですけど、で未来、未来を見据えて、未来を見据えてオーバーレオンイットを一つ使って、相手のピュアリーをってここで打つんだったらマジでさ初手で出してきた時に打てよみたいな話あるようなごめんちょっとまだあんまプレイング備わってなくてごめんなさいね。でアライズハートの効果6素材来た、6素材アライズハート、これを参戦って言われてあってパターンがこれで参戦がアーゼウスって言われるパターンが一番やばいじゃないですか。だからもう多分一刻も早くアライズハートとかどうでもいいからのアーゼウスを抜く方がいいと思うんですよね多分ユニコーンはね。マジでなんかユニコーンでねアーゼウス抜いたらなんとかなるって説ある。あ悪いマイフレンド、許すわけねえだろ許すわけねえだろこうでいいかな。でフェンリルを特殊召喚できますね、これ素材に入ってるんでアライズハートので。マイフレンドは永続魔法なのでアライズで除外してあげれば効果無効実施になって、でさらにアライズの効果とビッグワンの効果発動して
これがビッグバンダッシュでね、うん、ビッグバンダッシュで、ビッグバンダッシュでは何が起きてるかっていうと、エクストレライクシーズモンスターの素材をなんか手札に回収して出すっていうガチでやばい効果あって、でここで一望外追加はい最強でもう一回ビッグバンを吸収、強すぎる。さあ一望外増えた、一望外増えた、でももう妨害はない。ハッピーメモリー、何やべえ、もうないぞ俺。俺もあでも一応あれか、フェンリルがあるけど、フェンリル今対象取れねえから、ストレイなんかストレイピュアリーストリートみたいなやつ除外するしかないんだけど、ピュアリーの効果、えこれでさ、なんかやばいこと起きるこれ。えもしかしてハッピネスとか俺吸収されたらガチ大丈夫だったわ。スリーピーメモリー、え何も起きなそうえガチめにこれ何も起きない。ノワールもまだないから、あのなんかチビノワールがこれは何も出せないぞ。相手勝ったな、勝ったわ、多分勝った。毎回毎回お前聞いてくるのうるせえな。アライズのさ素材どれにしますかって聞いてくるのめっちゃうるせえな。で、ストレイピュアリーストレート除外しておく。アライズハートでさらに素材が吸収されてくる。これマジでうるせえ一応考えた方がいいと思うんだけど、これ考えてる時間なくねっていう説ありますね。はい、残り38秒、やばい、喋りながらっていうからっていうのもあるんだけど、残り38秒はガチでやばい。リンクリボー、危ねえ。俺サクリファイスアニマケアできたの偉すぎない？まあ癖になってんすよね、このエクストラモンスターゾーンの前に出さないようにしてんの、モンスターを。これはね、皆さんもぜひよかったら前に出さないようには注意していただきたい。ピュアリーが今いるんでね、サクリファイスアニマ飛んできてパクられるとレッドリブート。はい、確かストリーが、それじゃねえ、スリーピーが、ダメージゼロにするみたいな効果あるんで、まあ、とりあえずリンクリボーはしょるか。あいつリリースして除外されていくのかわいいな攻撃無効って言ってもリリースしたはずだから一応発動はできるんだけどさ。で、ビッグバンの効果は起動しなくてもよくて、ビッグバンをもう一回吸収しておいて、で、ですね、ユニコーンの効果発動して、パーピアスでいいかな。まあ、あとはでも相手あれだね、なんか最後までデュエルしてくれて嬉しいね。ちゃんと動き見せれてありがたいわ。まあ、クシャトリラーは多分見ているかな、動き相手も。でオーガで、オーガが通常召喚できるんで、オーガ通常召喚しますか。まあ、スキクシャとか出してもいいんですけど、まあ普通にバースの効果で出していきましょう。これでもできると、これ召喚ですからね。はい、でオーガの効果発動して、プリペア持ってきて、オッケー、強すぎ、何この盤面最強じゃん。バトルフェイズ、ちょっとピュアリーとかいうなんか獣はいらないけど邪魔だけど、あーはい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 、スリーピンメモリー、オッケー、ダメージゼロ1回、オッケー。でエクストラからなんか適当に、これはもうなんかビューティーかなんか抜いてきゃいいんじゃないでしょうか。もうこれでもう妨害はもうほとんどなくなります。これでアライズハートで、さらに吸収をして、であとはぶん殴るんだけど、はいえいえいやっぱこのデッキさ、ディアブロシスいなくても自由に強えな。あーなるほど、無限法要で止まっていただけないでしょうか。無限法要で止まっていただけるようであると嬉しいといったところではございますが、さあいったって、うわーユニコーンだったーまあ多いね、クシャトリはね流行ってますよねやっぱりね。僕はあの古尺にもね、クシャではありませんとかいうカスみたいな名前にして、あのクシャトリラじゃないことをアピールしてるんですけど、クシャトリラのスリーブを使ってる時点でめっちゃバレます。はい、パーピアス、もうちょっと一回さ、もうなんかどこ打ったところであんまなんか貫通される気がするか、なんかちょっと無限攻撃なんか最後の場面に打つわ、自分のターンの時に。毒打ったところでね、なんかね止まらないときあるんですよね、普通に。その 今のユニコーンに打ったところでパーピアス持ったら無理だし、でフェネルに無限砲弾打ったところで無理だし、これだからワンチャンこのライズハートに打つのは結構ありかもしれないね。だからライズハートに無限砲弾打つと、まあ、一応除外されて、なんか出てくるじゃないですか、なんかレベル7が。ただそうするとライズハートのレベルが7にならないからさ、なんかここでさ、ここに打つのは結構あり。まあ、ちょっと一回スルーするけど、ちょっと最終盤面に打っていくわ。これでもクシャトリラどの盤面になるか知らないけど、クシャトリラはねマジでね、シャングリラのね盤面残してくれるパターン今結構なんか割と多くてさ、シャングリラ残
こしマジでね裏目あるんだよっていうことをちょっと教えていきたい、お伝えしていきたい。これもしかして未来利用するシャングリア残んない？まあでもシャングリア残んなくても未来利用に無限攻撃を打ってみたいなことすればまあなんとなるかなと思うんだけどさ。さあどうなんでしょうか。アライジングハート、オッケー。アライジングハーツ、クシャトリラバース、オッケー。多分ねクシャトリラなんかその無効系ねえから、妨害的に基本的にはだけど、でもなんとかなんだよな。まあ強くね盤面でも盤面強くね、やばくね。シャングリラ、オッケー。何で出てくんだよこれ。シャングリラいいやん。これだから、これどこに打てばいいんだろう。うわ、すげえくしゃきちゃった。いや、これ戦闘するときに効果無効になるから、いや、これマジむずいぞ。待って。でもさ、これさ、ユニコーンに打って、アライゼン、あ、じゃなくて間違えた。アーゼンス抜かれたら終わるから、これ多分さ、これ無限法用じゃないですか。で、こんな盤面に誰が返せんねんってなってると思うんですよね、普通は。で、あの癖がなんだろう。シャトリアユニコーンで。これユニコーンなんですよ多分。でまあ除外ゾーンから吸収するのはいい。アライズハートは1回効果使っても大丈夫だから、これでユニコーン特殊召喚、チェーンないね。チェーンないわ。法要じゃねえわあれ。チェーンじゃん、チェーンない、チェーンないんだ。え、じゃあいけんじゃない。これだからアライズ出すじゃないですか、アライジングハーツ出すじゃないですか、これ。アライズ出す。これ相手がシャングリラ効果使ってるから出せるからね。シャングリラ残しがあだとなったようだな。で、バトルフェーズ入る。これで、モンスター倒しちゃダメなんだよな、これ多分。モンスター倒したらアライズの素材が3個になるから、これでよくて。で、メイン2入る。で、エクシーズモンスター戦闘してるから、アーゼウス。こうでしょ。くらえ、おらー、おらー、いやーきたー、これよ、これね、これがね、なんかね、シャングリラを残してアライズハートの効果とか使ってしまった時のなんか、まあアライズハート関係ないけど、シャングリラの効果を使ってしまったがためのね、最強ムーブ。同じことをしていこうと思います。もうちょっとバース一回使ってしまってるからそこだけ注意か。でフェンリル効果発動します。でフェンリル効果発動してまあスケクシャかこれは。まあライズ、あ、ライズ持ってるからこうだね。でまあライズ特殊して、あ、でもこれビッグワン引いてんのか。ビッグワン引いてんのうざいな。まあ、ちょっとプラントパスファインダーちょっと召喚機余ってるから出すか。で、こうして、で、パライゾス持ってきて、で、パライゾス発動して、バースも使っちゃってるしな、モンスターあと1体しかだってこれ供給できないっすもんね。あ、いや。ん？無理か。無理だよな。だから、まあ、とりあえずユニコーンでいいや。ユニコーン持ってくる。いや、これどうすんのがいいんだろうな。未来利用すんのか、あーシャングリラアライズすんのか。でもなんかシャングリラまた打つとさっきと同じことされるかもしんないよね。さっきとさ同じことされるかもしんなくない。シャングリラ俺多分でこ残さない方がいいと思うんだよこれ。あのミラー多分シャングリラで効果発動してました。じゃ あの特殊召喚してエクシャトリラ上に乗せてアライズハード出してアーゼスしますみたいなさパターンさ、これさマジで一番やばいんですよ多分。ちょっと一回素材だけ剥がしとくか。はい。で、シャングリラの効果起動してこれ破壊耐性ですね。破壊耐性付与できてるんでこれはこうしといて、でこうしてこうで、これでレベル7モンスターもう一体供給できる。でパーピアスを除外して除外されてるカード回収できるんでこれでプリペア持ってきて OK。 ほんでいやこれ未来利用だろ。決断の時は来た。レベル7のモンスターが来たんでオーバーレイエクシーズ召喚あれあれを幻獣機ドラゴサック、そしてドラゴサックの効果も発動していこう。トークンを2体生成し、はいはい、でこうこれでさ、
未来利用して、で、相手の、そのなんだ、参戦の際とか、余計なカードはもうケアしましょう。これで。クシャトリラって言ってきたらクシャトリラパクればいいから。OK。よし。で、セット。これで、まあ、これもセットしとくか、一応。で、これで、まあ、エンドフェーズでいいんじゃないでしょうか。まあ、一応ちょっと、ビッグマンは使えないけど、まあ、プリペアはまあ別にいつでも使えるんで、プリペアだけ表にしとくか。すでにモンスターゾーンに存在する状態で、自分のフェーズにクシャトリラモンスターが存在していれば、あ、やべえ、これクシャトリラモンスター存在してねえじゃん。意味なかった。まあ、いいや。さあ、おっと、何もできない来たアライズハートも出せんの草。アライズハートちゃんと出したことになってんのこれ。アライズ出す、まあ今ユニコーンでいいか。ユニコーン特集。オッケー。つえ。これ。これ完璧まくったっしょ。いやマジでね、シャングリラ残すのね、結構危険だっていうことをね、皆さんにもね、お伝えできたんじゃないかなと思いますね。あとはあのカードが波紋のバリア、ウェーブフォースみたいなガチでやばいカードじゃなければ多分なんとかなります。フェンリルかなんかでいいか。はい。OK。で、あとはフェンリルで、まあ、適当なモンスター持ってくればいいから、まあ、オーガー、アドバンス召喚とかで、これ、ちなみにドラゴサックの効果で出したトークンが、普通にリリースしてアドバンス素材になれるっていうところも一応シナジーはあるっていうね。はい。で、プリペア効果でまだ出せんの俺これ。あ、そっか、アライズいんのか。最強じゃねえか。全員集合。やば、盤面やば。バトルフェーズいきまーす。ユニコーンでぶん殴りまーす。効果発動しまーす。君のエクストラを見させてもろてー。あー、なんかいい感じに、なんか似たような。まあ、ゼウス抜いて。でもディアブロシスとかいうカードゴミだな。これ先行できたんでしょ。やばすぎでしょ。俺だってここでやっとアゼウス抜けるもんね。いやー、対戦ありがとうございました。最高のまぐりが決められて僕は脳汁がドバドバです。いや、クシャトリラしかいねえ。マジでクシャトリラしかいねえ。プラネットパスは絶対クシャトリラ。環境を支配してるな、クシャトリラ。うわー、パライゾスとかいう最強のガードが、設置されてしまったぞ。やばいぞ、どうもクレヨンしんちゃんです。ユニコーン終わりましたね。終わった。いや、でもまだわかんないんだよな。いや、これね、マジでね、シャングリア残しのパターンね、本当にね、アーゼウスでまくれるパターンあるから。さっきそれでまくったもん、俺。さっきなんかさ、ありえない盤面作られたけどさ、シャングリアとアライズ残ってたから、なんかユニコーンに無限して、アライズで、ぶん殴ってさ、なんかね、いや、ワンチャンね、あるんですよね、クシャトリラミラーは。結構、高校も。アーゼウスさえ通ればな。ユニコーン、まあ、ディアブロシでアーゼウスが抜かれることがもうないので。またあれか、これ、シャングリラ残しパターンだな、これ、さては。地芸かなんだ、これ。あ、シャングリラ何クシャトリラバース。地盤チェッカー。やばい顔きた。ガチでやばい顔きた。自慢違い。でもシャングリラ残ってるぞ。え、これまたアーゼウスゲーセルは勝ちなんだけど。いや、ぬるいぞ、相手結構。いや、これ多分ね、シャングリラで、効果使うじゃないですか、これ。使ってんですよ、これ、絶対に。で、シャングリラ効果発動する。お、オッケー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 。来た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 。シャングリラ効果発動する。まあ、これは墓穴どうでもいい。来たわ。これ、クシャトリラ特殊召喚で勝ちです、これ。多分。やりました。あ、マジでシャングリラ残してるのまくってるだけでなんか意外といけるか、これ本当に。光の封殺剣、え、あれ、なんか俺のカード裏側で紹介したな。ああ、え、シャングリラってターン1が、あ、あれ、ちょっと待ってくださいね。僕盤面モンスター出せますか、あれ。あれ。お、マジ
モンスター何も出せないってマジっすか。アーゼウス乗っけるスペースねえんだけど。ディアブロスの代わりして光の封殺剣とかいう最強カード使ってんじゃねえぞ。